よし、はい、じゃあ今日はよろしくお願いします。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ、 まあ軽く環境紹介からはい、まあですね、今回ちょっと僕が用意したのはですね、あの先日動画の YouTube の動画の方で32ビットパソコンで使える OS Linux っていうことで紹介したったので、今日はせっかくなんで32ビットパソコンをね使ってみようかと思って用意しました。でこれは、ね、富士通の FMV の、C8230 っていう、ビジネスモデルのパソコンで Windows XP 世代のやつです。で、最上位モデルは高圧デュオの T5500 っていう CPU 詰めるやつなんですけど、これ一番最下位のモデルで、セレロンの M410 っていう 32bit CPU のパソコンになります。ああ、はい。で、RAM は一応モデルとしては 4GB まで詰めるやつなんですけど、これは 2GB しか積んでない。はい、はい。本当にもう、大きい。しかも、はい、あ、昔そんなん持ってました、うん、でハードディスクも 40GB しかないやつですね。結構歴史がありそうなパソコン、ね、勤めてた会社でもう参拝になるよっていうやつを勤めてました。いいですね。2台3台あるうちの1台を、うん、もらって、はい、もう1台これの次の機種もあるんですけど、そっちの方はもう高圧デュオになってるんで、一応64ビットパソコンなんですよ。こいつはまだ、はい、うん、32ビットパソコンということで今回用意しました。はい、いいですね。まあ、ってことで、まあ、うん、一応こっちはまあ、一応仮想環境で、メモリがまあ、6ギガになってる。5.7 で、ね、プロセッサーが4で、一応ハードディスクが30。うん、環境は一応できるだけそっくりに一応してみました。はい、大丈夫だと思います、はい。まあ、基本的にインストールの方法とかっていう、あ、ちょっと変わったかな、32bit、64bit、2方ちょっと変わるかもしれないですけれども、基本 OS って、インストールするときにやることって全部一緒なんですよ。まあ、基本はもう一緒のように、うん。Windows だろうが、MacOS だろうが、Linux だろうが、やることって本当は一緒なんですけど、見え方がちょっと違うだけですからね。ああ、まあ、ほとんど変わらなさそうな、ね。だからね、まあ、その見え方を楽しむっていうのもね、まあ、確かに。Linux の一つの楽しみなんですけれども。このまあ、コラボとして。32と64bit比較するっていうのも、そうですね、それもいいかもしれないですね。はい、じゃあ、で、VMware ですもんね、使われてるの。はい、VM のプロです。普段僕はバーチャルボックスとかばっかり使ってるんで、うん、ちょっと久しぶりに見たなって感じですね。ま、前はよく使ってたんですけど、まあ、最近は、プロは結構、高機能ですよ。そうですよね。IP が全部設定できたり。なので、ということで、まあ、早速やっていきますか。はい、やっていきましょう。はい、今回も事前にUSB メモリ作って用意してたんですよ、32bit用のやつ。はい、こちらも一応データを用意して。で、3つを、よいしょと、セットアップして、じゃあ、早速。じゃあ、入れてみましょう。よいしょ。よいしょ。お、はい、あ、ここまでは一緒ですね。で、F2 で、F2 で、言語設定できるんですよ。あ、はい、で、日本語を選んで。日本語で、はい、はい。これできる Linux、時々やるんですけどね、ちゃんと機能するのってあんまり多くないんですよ。あ、そうです。起動させてインストールした後、文字化けするとかっていうディストリビューションがほとんどなんですけど。この MX はなかなかそこら辺も細かくてですね、はい、いいんですよね。好きなんですよ。まあ、いいですよね。てか、この、全画面じゃ意外と悪くないですか。こっちのが。はい。で、とりあえず、起動させましょう。はい、うん、もうちょっと先にやってたんですけど。あ、なんか、すごい。ここら辺ね、なんかね、やぼったいところもないこともないかなと思うんですけど、逆にこれがこう、なんかこれから Linux 使うんだよみたいな雰囲気になって好きなんですよね。え、まあ、いや、
早っ起動早っいや、Windows ハードディスクだし、しかも USB メモリー、あの 32bit って言ってもその USB メモリーから起動できるタイプのマシンではあるんですけど、速度がやっぱ遅いんだよね、なんか軽いそう、だから 64bit だと相当軽いと思いますよ、うん、いやにしても Windows より起動が早すぎる同じ ISO でもうん、よいしょと。まあ、てこれですかね、インストール MX Linux。そうですね、うん。あ、うわー、やっぱり、早いな。まあ、待っておきます。はい、MX と。で、一番最初にもう、なんだろう、デバイス情報を集めてるんで、キーボードの設定とかって多分そのまんまでいけると思うんですよ。あ、多分、うん、PC105JPUS、うん、はい、レイアウトはそうですね、その2つが並んでると多分問題ないと思います。あんた、おそらくはい、はい、で次で、ルートタイプっていう選択になるんですけど、これはもうあのインスト先っていうか、そうですね、これしかもう割り当ててない、全然あのここら辺はもう、あ、暗号かも、はい、かけんぐでかも、とりあえずインストールするのが目的で、はい、これで初期化してインストールも始めますと。よいしょ。あ、はい、で起動に必要なグラブのインストールとかってあると思うんですけど、これももう初期設定で多分大丈夫だと思いますので、はい、そのまま、これはもうインストールだけは MBR で、全然いいです、はい、でコンピュータネットワークの名前とかっていうのも、特にネットワーク組む必要なければこのままでも全然問題ないです。まあ別に、ファイルサーバーとかしててもこのままでもファイルサーバーに使っても全然分かりいいんで問題ないと思います。ラズパイ版とかなんか、そういえば調べたら出てたんで、実はラズパイで一応ウェブサイトやってんですよ。ああ、なるほど、なるほど。ブログ一応やってんですよ。ああ。まあ、後でリンクでもお見せしようかと思うんですけど。ありがとうございます。で、次がロケール設定ですね。表示言語とか。ここら辺は多分大丈夫です。はい。で、次へっていくと、あとはユーザーのアカウント設定ですね。あ、とりあえず、はい、ルートも一応設定しとくと、ああの、まあ、インストールするときとか、ね、ありますよね、うん、で自動ログインでやめんどくさい、はい、自動ログイン楽でいいですよねいいじゃない、リラックスあるあるで、はい、でこれであとインストールが終わるのを待つだけなんですけども、てか早すぎるもう97、うん、いや早すぎるそうですね、だからあの普通にあの SSD とか積んでる 64bit マシン、そこら辺に売ってるやつ、10年前ぐらいの機械とかでも多分5分とか、まあ、10分かからないぐらいでインストール自体は終わると思うんですよ。そうですよ、うん、めちゃくちゃ軽くて早くていいです。そんで、うん、起動もだからそれなりに早いかな。ああ、もう終わっちゃった。じゃあ、もうついでにお見せしていいかなって、はい、これなんですけど、一応 HTTPS 一応公開したんですけど、ははははは。もう一応ブログです、一応。ね、いや、一応ここまで作り込んで。ラズパイでちゃうこれ、全部。あ、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。あとまあ、シニベンチとか限定配布ここの限定配布、古いやつは R15 懐かしい。いや、でもここら辺 YouTube のリンクは貼って こんな飛んだり、あー、なるほどなるほど、一応こんな感じでいろいろ仕込んだある感じがする。あー、で、これはそっち戻ったり、はい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 、CSS なんか確か使って作ったサイトですあ、いや結構時間かかったんですけどいや一応正式公開さんが2021年7月23 去年か、そっか、丸1年、あっという間やな、あっという間やな、そうですね、
で最終2022年7月25日で一応できた感じや。これのサーバーが、ラズベリーパイで、ラズベリーパイでやっております。なるほどなるほど。モデルはモデル B、 モデル、B、 ラズパイ3モデル B プラス、ラズパイ4のスター1個スター、メモリー1ギガの一やつです。それでここまでできんだ。で一応あと家でファイルサーバーと同時稼働して、あとボットも動いて、ディスコードのボットも動かせるようにしたり、もうそこまでやってる感じです。やっぱラズパイはね、そういうのを自由にできるっていうところで、楽しい部分がある。そうですね、もうで最近もラズパイもデスクトップ OS の代わりにしか使ってないんで、あんまりろくな使い方してないんですけどね。一応ちなみにこんな感じでファイルがあって、ここラズベリーパイがこの2つ、はいはいはい、でこっちが Windows の方の一応ファイルサーバーみたいな、マイクラやってるんですよ、マイクラサーバーとかやってるんで、これデータがあったり、一応ネットワーク経由で使えるように全部したいです。はいはいはい、で上がこれハードディスクやったり、はいはい、SSD やったり、なんか癖強すぎるなんかファイルみたいな。いやでもデータ保存はハードディスクで十分だと思います。バックアップで、バックアップは寝てられ、こんな感じですね。Linux 使い始めたきっかけってありますか？Linux ね、確か、数年前ぐらいに、ラズベリーパイも買ったし、あと何やろな、高圧だよね一応。T7500 のソニーのノート PC、 メモリに2ガのやつが前はあって、映像荒れる前までは全然 Linux でも使おうと思っても、触り始めたきっかけ、多分それはきっかけです。多分それはなかった、多分、このコラボで初めて Linux 触るとか多分なっとった。いや、でも結構やっぱりなんかトラブったりとか、あとラズベリーパイから入るっていう人も結構多くなってると思うんですけど、ね、なんかやっぱパソコンのトラブルあってどうにかしたいってなる人がやっぱり入り口として Linux 使う人多いですよね。あ、そうですよね。いや僕も一番最初のきっかけっていうのはもうかれこれもう20年以上前の話になるんですけど、ちょっと昔話させていただくとね、そもそもその当時ってもうカッツカツでお金がなかった時代で、なんかこうそれでもパソコンとか好きだったんで、片っ端からこの中古ショップだったり、その普通のメーカーだったりのその応募、あの検証とかに応募しまくってたんですよね。検証、あ、終わったー、ちょっと、じゃあ再起動しますか。はい、いやこの画面エンター、多分エンターでも押さんとあったか。そうです、なんか最後エンターで、どうなんだろう、エンターで、エンターでよかった。これどうします。それインストールメディアじゃないですね、ちゃんと多分インストールメディア外れた状態になってますね。あ、やばい、ちょっとインストールメディア、インストールメディアか、さしっぱなし、あるあるです Windows では、再起動させっぱなし、機械によってでは、そこら辺、OS によってはそこら辺も調整してくれるやつとかもあるんですけどね、バイアスいじって。ありますよね。なんですけど自動で多分切り替え、ね、入れたやつに切り替えてくれるんだと。で、選択して一応。よし、これで。一番上でしょ。はい、起動で。あ、ローリング始まった。はい、ハードディスク大丈夫かな。いや一応昨日起動確認してるんで大丈夫ですよ、一応 ISO のファイルも両方同じハードディスクに入れてるんですよ。インストールしたけど同じとこに。なるほどなるほど、そういうことか。でも早く起動早く
うん、まあやっぱりね、SSD でないのに早すぎる。うん、ああ、そうか、64ビット。うん、環境が多分やっぱ全然違いますからね。もうおじいちゃんのハードディスクだともうまだカツカツいってますよ。全然でも普通に使えんなら復活するのでいいですよね。うん、ただ問題があって、結構その富士通のその古いノート PC ってあのサウンドドライバーが当たらないんですよ。あ、だから、うん、これも昨日ちょっとテストした時にやっぱり音が出なかったんですよね。でそこら辺がちゃんとクリアになるやつ OS も見つけてはいるんですけど、うん、ただまあ今回あのちょっと好きな Linux の一つとしてちょっと、まあ、MX 意外と気に入りましたよ、うんうん、いや一応昨日も試したんですけど一応どうなんか動かないからあれと思ったんですけど、まあ、はい、設定が間違ってただけで、はい、まあ、まあ、リラックス詳しいとあまり詳しくはないんですけど、まあいじったことあるみたいな、はい、ああなるほどな、はい、まあ種類が微妙に分からなかった、うん、でじゃあ起動しました。もう実際にはもうこの状態でほぼほぼ使えるんですけど、ただ一番最初にやっとかなきゃいけないって言えば日本語入力環境ができてないんですよ。ああそうですよね、うん、この状態でもう日本語表示とかほぼほぼ完璧なんですけど、うん、で、一応この設定ツールとかあるんですけど、うん、ですね、設定ツールの中にいろいろある。何？あ、間違えた。MX パッケージインストーラーっていうのがある。はい。MX パッケージインストーラーだね。その。で、あの。あ、下。え、それですね。うん、これが。それですね、はい。てか、NVIDIA なんか認識する。ちゃんと反応してくれてる。互換性がちゃんとありそう。はい。で、この中で検索窓のところに、まあ、ジャパニーズとかジャパンとか入れるといろいろ絞られると思うんですけど、ああ、はい、ジャパまで出てくるジャパニーズ、ああ、で、これで、はい、まあ、いろいろありますが、必要なのとすれば、まあ、文字化けしてないんで大丈夫だと思うんですけど、一応、ジャパニーズフォンツとジャパニーズフォンツ、はい、あとこれ、インプットメソッドっていうのが2つ並んでるんですよね。 IBUS っていうのと PyTex っていうのがあるんですけど、うん、どっちでもぶっちゃけいいんですが、個人的な好みとして PyTex ですね。あ、 PyTex のじゃあいいですね、はいはい、これをあとインストールと。あ、懐かしいこのログ画面はい、そう、あのこれ MX Linux 好きな理由の一つでもあるんですよ。なんかね、こういかにもこう Linux 使ってるよっていう感じが、ラズベリーパイでもこんな画面出るんで、うん、出ますね。ラズビアン系超 OS だって、ラズベリーパイ、うん、デビアン系っていうのもあるんですけど、そもそもこの、あ、なんか出てますね、なんかじゃあこれ、うーんと、あ、いいや、普通に OK で問題ないですね。うん。てかね、回線が早すぎて、フランロード早い。うん。いや、最近引っ越して、光回線良くなったんですよ。はーい、羨ましい。あ、こっちも予約出てきた。これって、まあ、今、警告部分だったんですけども、いろいろパッケージ追加しますけど、いいですかみたいな内容ですね。そういう系。うん。まあ、ざっくり言えばかなり乱暴な言い方ですけどね、うん、かなり乱暴、まあ乱暴もう少し細かく言えば、ああでもないこうでもないっていうところいっぱいあるんですけど、うん、ですけどね、意外とトリガー処理に時間かかってるうん、まあ、まあ、システムの中いじるところが結構あるんで、日本語環境を構築するときにその必要なパッケージってそれなりにあるんですよ。で、そこにさらにその、フォントデータも結構重たかったりするし、PyTex、うん、のシステムですね。PyTex だけ、あの今選んだのはそうなんですけど、それに関わるパッケージも結構数あるんですよ。うん、
その、まあ、正常に完了で、やっぱり早い。で、あ、はい、Firefox はジャパニーズなんかなってなかった、まあ、でもそれ多分ね今エラー吐くはずなんですよ。Firefox 自体で言語パッケージをインストールできるので設定のところでですね。ああ、設定。うん。なので、うん。どの辺やったかな。まずフォントのところ。あ、ここ、ここか。ランあり。そこで設定に、日本語を追加してあげれば。JP、日本語。はい。で、OK、ADD。そうですね。ADO。ADO、ADO の方で。それで OK で再起動かけると日本語化になってるはずですので、あ、OKOK、OK OK、なので、はい、ただ他の、アプリケーション、リブレオフィスとかの時はやっぱり日本語パッケージが必要になったと思うんで、そうです、リブレオフィス結構使ってました昔。うん、なんか Linux みたいなのついてくるみたいな。そうですね、うん、最近でもあのオンリーオフィスとかがすごいマイクロソフトのオフィスに見た目が似てきてるので、あ、似てますね、そっちをこう、うん、紹介する人もだいぶ増えてきてますよね。使い勝手とかもだいぶ良くなってきてるので、あ、なんかタスクマネージャーやっぱりあの Ubuntu の方がそっくりデザインが、あ、 Ubuntu 系になんか結構似てる感じ。そうですね、こいつこのタスクマネージャー使ってるんですけど、うん、Ubuntu 系のこれここら辺、Ubuntu 系、あの、ジョビンオイスとか Ubuntu 系のやつにそっくり。やっぱそっくり。そうですね。メモリー 19%。ほんまに余裕ありすぎる。普通。うん。あの、普通に、64ビット版でも、アイドル状態で、700メガバイトぐらいしかラム使わないですね。すごい少ない。うん。Windows は多いのに。うん。あの、このタスクとか見ていくと分かるんですけど、多分その Windows とのタスク比較すると、あの、数だいぶ違うはずなんですよ。ですよね。うん。バックグラウンドで動いてるソフトウェアがだいぶ少ないっていうのがやっぱり。まあ、いろんなサービスが、これは多分最低限になって。うん。うん、まあ、やっぱ Linux はファイルサーバー向けによく使われるベースの OS としてを使われること多いですよね、うん、やっぱり。そうですね、うん、だからなんだろう、まあ、ざっくりとした言い方とすれば、その側が用意されてて、その側に対して自分で、あ、必要なものをこれが欲しい、これが欲しいって言って出てくる DIY みたいなことが簡単にできる。まあ、欲しいやつを入れるってことですよね。そう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 。で、Windows とかなんかもうあらかじめもうそういうなの全部入れちゃってて、うん、これでやりなさいよっていうのをこう、まあ、押し付けられちゃうって言葉は悪いですけども、うん、に、うん、用意されちゃってる環境をそのまま使うっていう。だから、うん、あまりそういうのを手かけたくない人はいいのかもしれないですけど、テスペでも意外と普通に使えるのがほんまにハードすぎる。うん。ですね。もうそれだけで多分もう普段なんだろう。デスクトップ OS として使う機能はもう十分ですからね。あの、そうですよね。書類作成したりとか、うん。うわ、トリガー処理がえらいかかってるな。うん、やっぱり昔のパソコン。でもうん。ね、コアツデュオとやったっけ？いや、これはまだセレロンの M410、410って。それも。1.5GHz あったかないか、そこら辺ぐらいのやつ、シングルコアのやつですからね、うん、シングルコアちょっと厳しそう、うん、だからまあ YouTube とかも再生全くできないわけじゃないんですけど、ほぼまあできないと思った方がいいマシンですね。まあ、特にビット世代のもうマシンはもうそんな感じですよね。まあ、そうですよね。うん、タグつくことが多いとか、やっぱりそうですね、あの、どうしてもそのクライアントっていうか、その端末ね、端末の方に依存する機能が多くなっちゃってるので、端末の性能が高くないと快適に
まあ、動画視聴できないよっていうふうな、ね、YouTube もやっぱり、うん、そういう部分がそうですね。だから Google のサービス、その YouTube もそうですし、 Google Docs、まあ、オフィスソフトみたいなやつですよね、あ、うん、そこら辺を使うのとか、あと、Facebook とかも結構重たいんですよね、そこら辺、うん、そうです、多分 YouTube サービスが多くて、うんうん、そうですよね、そこら辺がね、まあ、あんまり得意じゃないですね。サーバーと相性が良くなかったらエラー出たり、うん、そうですね、あるあるですね、うん、はい、こっちもインストールが終わったの で、 です。一応ログオフだけで日本語環境を使えるようにはなるんですけど、ログオフ、うん、でこれか、ログアウトしてログインし直すだけでいいんですけど、僕は個人的に再起動派なので、まあ、じゃあ再起動、再起動、やっぱこのコマンドログでやっぱ、あ、毎回選ばんとあかんやつか。やっぱ Linux そういうところも癖はちょっとあるみたいな、うん、自動で起動してくれるけど時間かかるみたいな。そうですね、まあ、なんだろう、マルチブートさせる人とかも結構いるんですよ。あ、だからそういうのに対してこれは結構便利な、うん、まあ、そうなんですよ、そうなんですよ、単体じゃあんまりちょっと不便に感じたり、うん、いやでも起動早っ、うん、30秒ぐらいで ACC じゃないくせにめっちゃ早く起動する、うん、早すぎるね、その起動の速さをね、知ってる人知らない人結構多いですしね。更新どうします、更新って、あ、多分そっちは多分回線も早いですし起動も早いんで、やってても全然ストレスないと思いますよ。じゃあパパッと多分夫婦で多分フルアップデートって、はい、あ、懐かしい Y というのラズベリーパイと全く一緒、はい、いや石井さんラズベリーパイのほとんど表示が、うん、基本は Linux やったら、うん、あんまり、ね、うん、見ないだ画面まあ初心者ちょっとこれ、うん、不安に思いそうな画面に見える、ああ、あれなんかウイルスみたいなかかったみたいな、あ、こんな画面なんか見たらぐるぐるぐるった、なるほど、いや初心者ってなんかそういうことあるような気がするんですけど、いや僕らみたいなね、おじさん世代になると、もうこれが当たり前だったんですよ、昔は。もうそうです。うん。それが当たり前だったので、こう、今に来てて、今それがなくなってて、ちょっと寂しいなみたいな。逆に。人たちが、逆にこういうのを見ると、うわ、うん、懐かしいっていう。はい。まあ、Windows やったら、こんなんは、めったにも見ることはもう、ないですよね。うん、もうクリック。まあ、とか使ったりとかする人もいますしね、そういうのもあるんですけど、まあ、普通に YouTube を見る場合とかこんなことしなくてももう見える時代ですね、うん、もう、うん、クリックで全部できる時代、うん、だからもうただもうでもそのさっきの話の蒸し返しじゃないですけど、もう本当飼いならされちゃって、テクノロジーがどうなってるかっていうのを全然理解しないで使ってる人がめちゃくちゃ多いっていうのが、うんうん、そうですよね、うん、なんか勧められて買ってなんかいいんかあかんのかわからないみたいな、うん、そういうのがねちょっとね健全じゃないよなっていうふうに感じちゃうんですよね、まあ、そうですよね、うん、無駄に高いスペック買わされて結局いらんのみたいな、あ、うん、見極める力とかがないですし、の何せよ選択の自由がなくなっちゃってるわけですよ。そうですよね、うん、よくジャンクとかまあ買うんですけどね、まあ、スペックとメモリと、まあ、ディスクツイートがついてへんか、あとライセンスがどうかとか、うん、そういうのバランスと値段で決めるのに10分はやっぱかかるんですよ。これが欲しい、でもこれどっちがいいかな、10分ぐらい悩んでこっちみたいなで、もうどっちも高くてもうやめたってなる時もあったし、うん、いやもうあるんですよそういうことよく、うん、全然ちょっと話別なんですけど、MX Linux の画面の右上のところになんかね時間が表示されてますよね。これ結構いいですよね、うん、見やすい。これ今期って言ってですね、結構 Linux とか BSD みたいなフリー OS のに使われるやつのシステムとかのログを出したりとかもできるやつなんですよ。 CPU100 とか書いてない。そう今のだからこのタスクの状態とかもチェックできる、これね、さっきの
とツールの中にね、MX ツールズっていうのがあって、ありますこの中に、あれタスクマネージャーどんなのやったっけ、この中にね、コンキーセットアップっていうのがあったはずなんだよ。コンキー、あれでタスクマネージャーが出てこない。どこ行ったタスクマネージャー。あ、いた。MX コンキーだ。そこで、その、メニューのところの、この、なんだろう、MX ツールズっていうところをクリックしてみると、おお、やってるやってる。やってるやってる。このコンキーもカスタマイズできてですね、MX ツールの中の、MX ツールの中の、MX コンキーっていうのがあるんですよ。MX コンキー。ええ。これね、コンキーっていうプログラムなんですけどね。MX コンキー。はい。で、あれなんか。あ、アップデートあります。あ、そっか、アップデートしてるから。うん、あ、今見たことこんなとかのやつなんですけど、うん、これで、好き勝手いじれるんですよ。一応、いろいろなテーマとかがあって、うん、いや、普通に CPU 張り付いてる。うん、こんな性能いるんか、アップデートするだけで。うん、どんだけ重たいんや、このアップデートは。多分、さっき140とかそこら辺出てたから、相当パッケージが、あー、やっぱ大きいやつかな。うん、まあ全然それはまあアップデートするから全然ええねんけど、うん、逆にアップデートは新機能が多分追加されたりするみたいな。うん、まあほぼほぼでも安定性の向上とかがメインですけどね。まあ、だからバグの修正とかがほとんど、うん、そうですね。インストールして一番最初にフルアップグレードしてっていうのが、まあ、Linux 使う上でやってた方がいいかな。基本はそれって感じです、はい、よいしょ。ちょっと今こっちの方でコンキー少しいじってみたりしてるんですけど、いろいろですね、こういうふうなグラフみたいに出すタイプのやつとかもあるんですよね。ほうほうほう。うん、だからここら辺はもう本当に自分の好きなやつをそうですねできるんですけど、今ね、ああ普段使ってるやつちょっと持ってくればよかったな、と別に置いてきちゃってるから、あ、うん、まあそんな感じで、とりあえずそのタスクバーのところにキーボードがこう出てくるんですよね。更新のボックスの上に入力インデオなしとかってあるんですけれども、そのキーボードのマークが出てくればもう日本語入力ができるようになってると。あ、じゃあもう普通にキーボードマークも出てます。もうそれで普通にもう日本語入力できるようになると。で、ファイテックスって Google 日本語入力のオープンソース版なんですよ。はいはい、まあ、言ってファイテックスっていうかモズクなんですけどね。あ、まあ、ファイテックスっていうのはなんだろう、入力システムなんですけど、モズクっていうのが変換システムになって、モズクの変換、そのモズクが Google 日本語入力の、オープンソース版と。あ、そうですね。感じで、これで普通に日本語キーボードであれば日本語が、あ、間違えた、なんか、はい、日本語入力できるようにこれでなってます、はい、なんかグラフがすごいことになんか何が見たことないグラフだな、何このグラフは見たことないし一回も、まだ、ちょっとバグってっかもしれないですね。何かがバグってる、上に行って下に行くは謎すぎる。うん、多分ちょっとそれバグってる可能性が非常に高いです、ね。設定が始まった。ようやく。インストールはとりあえず終わったのかな。
うん、今それで設定します。うん、設定してる最中だと思うんで、これが終わればもう本当に問題なく使えるかな。一応再起動して問題なかったらもう、うん、あ、うん、これこれあれ何やったっけ、ファイルサーバーのこれプログラムじゃん。あ、サンバのですね、うん、あれラズバによくこれでもサンバ確かインソース使ってる、うん、やっぱサンバって、うん、有名や意外と。うん、一番多分多く使われてるウェブサーバーですかね、サンバは多分。まあウェブっていうか、まあ、うん、そうですね。一応、まあ、ウェブサーバーの、あの、プラ、確かプログラム、PHP やったっけ ?PHP なった気がする。そういうやつ。ああ。多分それ使ってるじゃないですか。で、これ、どういうか。ちょっと今期の話に戻ると。一応あった、今期一応いじれる。はい。編集とかある、はい、うん、と思うんですけど、そこをクリックするとなんかこういろいろ出てきますよね。これだとちょっとよくわからないよと、うん、うん、ところで本気マネージャーっていうのがちょっとあるんですけど、さっき、うん、その下、うん、コンキーマネージャー、こいつだとなんかこうリストがあってチェックをするだけになってるんですよ。でこれチェック入れるといろいろが出てくると、うん、ほうほう。でもこれでも全然見た目はいいんだけどね、うん、ただもう種類相当あるんで、細かくエディットするにはさっきのエディターを使うんですけれど、例えば、うん、分かりやすいところでパッと見た目が違うところ、あのさっきの一番上からの3つ目、これ、うん、うん、それロゴ、うん、チェック入れてもらうと見た目変わるんですけど、こういう風な感じでグラフが、さっき使ってたタスクマネージャーみたいなグラフがこう出てくるんですよ。結構見やすくなった。うん、でこれの色とかをいじるのがさっきのエディターのところだったりするんですよね。まあ、テーマとかでも、全然、うん、いじったりとかもできるんですけど。で、これ今ウィジェットなんですけど、テーマとかもいじれたりとか、そういうのもするっていう。いいですね、やっぱリラックス。久しぶりに。ただね、めんどくさがりの人はこういうのも面倒だって思うんでしょうけど。まあ、一応再起動にかけとくか。更新したし。はい。こっちはね、多分更新したらえらいことになると思うんで、こっちはちょっと更新パスして。春日さん、更新したらえらいこと。時間が逆にかかりすぎた。そうですね。まあ、一番最初はちょっとそれで放置しとくっていう感じですけどね、時間あるときに全部まとめて、まあ、一応、そうですね、入れて、更新だけしといて、ほっといたら半日で終わる、確か。長い場合でも。まあ、リラックス以外 USB でブートする Windows 作ったことあるんですけどね、うん、USB か僕 Windows ってやつは、あ、 MX と利用して、うん、私 MX かな、 VM と経由して作る方法で、はいはいはい、一応作ったことあるんですけど、うん、まあ、3.0 の素材ハードディスクについてだいぶすごいだましになりましたよ。で 2.0 や 1.0 だとめっちゃ時間かかった、エラー出たり、うん、ですねですね、うん、僕もやったことあるんですけど、あんま使い物なんねえなと。まあ SSD にしちゃえば案外気にあんまり分からない。うん、まあね、うん、SSD だったらばちょっとはいけるかと思うんですけど、うん、USB メモリとか最悪ですね。 3.0 とか使っても全然起動はしないですし、まあ、USB メモリは容量が 100GB 高いですし、ちょっと、うん、ならハードディスク、まあ非常時はハードディスクでいいかなみたいな、うん、まあ、そういう目的で一応作ったんですけど、はい、やっぱ緊急時って Linux もいいんですけど、拡張し対応しないちゃったり、うん、Windows のほうやったらしたいけど出せないなった時にそれ使って、うん、まあ外付けブートさせたいなら一応ハードディスクのデータ取れるみたいな、うん、消す前にクリーンソーする前に取れるみたいな大事なデータを。そうですね、辛いところですね、やっぱそういうのあったら、うん、データのサルベージとかによく使われますよね、うん、そうですね、うん、データとりあえず入って終わったことです。次何します？
もうあとはなんだろう、好きなアプリケーションを入れていくぐらいの話なんですけどね。うん、まあそうですね。まあ、この今ちょっとまあ私事の話してさせてもらうと、そのオープンイエロー OS っていうのを開発してるんですけど、そうですよね、うん、そのこの MX パッケージインストーラーみたいな機能を追加したいなと思ってるんですよ。ただ一番最初のリリースに関してはその日本語環境とか、あとまあビルド環境とかそういったのの環境の、なんだろう、環境の、アプリをメインにしてるんで、まあ、機能としてはもうあんまり特徴的なところはないんですけど、次のリリースぐらいからにそれが実装できればなっていうところで、いろいろ設計、してるんですけど、とにかくその、まあ、MX Linux が好きな理由のところはそこなんですよね。あ、そうですかね。うん。まあ。好きな Linux をちょっと発表させていただきたいなと思うんですけど、一応 PHP とか一応使ってるウェブサーバーのプラグ、やっぱこれ使ってるんですよ、はいはい、PHP ってやつを使って作ってるんですよ、やっぱりこれも あのなんだ、リラックス系やっぱ全部つながってなってる、サーバーとか、そもそものこのプログラムがその、Unix っていうシステムをメインで開発されてるものが結構多いんですよ。だからほとんど使えるみたいな感じで。そう、まあ、いわゆる POSIX って言われる規格なんですけどね。POSIX ですね。で、僕が普段使ってる Linux って、主に今、結構ね、かっこその、ブログとか始めたあたりはもう本当にディストロホッパーっていう感じで、毎日のようにいろいろなディストリビューションいじってたったんですよ。毎日、今でとかもほとんども決まっちゃって、あんまり、ね、紹介なんかも少なくなっちゃったんですけど、確かに前は結構全部動画見たんですけど、はい、ありがとうございます。まあ、一部一応助かったやつもあります、インストール分かんない時に見て。あ、やっぱりまたやった方がいいのかな。まあ意外とあれ良かったです。ありがとうございます。じゃあまたちょっとそこら辺をやり直してみようかな。なんか僕の中でもうマンネリ化しちゃってしまって、面白くないなと思っていろいろやってたうちに、なんですかね、案件が山のように来るようになってしまって、人は案件ばっかりになっちゃって、ああまずいなっていうところは、久しぶりにリラックス動画もある正直あるんですけど、ただまあやっぱりね、そうインストール面白いなって思うんですよね。 Linux のインストールだけでも面白いなって思うんですよ。そうですよね、なんだろう、こう何もないパソコン、空っぽのパソコンの中に新しい世界をこう生み出すっていう感じで、なんだろう、木工の DIY とかする人がこうなんかね、この木からこういろいろなものを作るのが楽しいみたいなところがちょっとあるかなと思うんですね。一応まあよく見てるやつどうやったかな。ありがとうございます。よく見てるやつあるんですけど、じゃあかちょチャンネル登録したら、ありがとうございます。マジで良すぎて、なんかここら辺のみんな好き。ありがとうございます。まあ確かにレビュー系多い。最近はもう本当に、で今月もほぼ多分ガジェットのレビューとかになると思うんですけど、またねちょっと秋から冬にかけて少しこう Linux っぽい色をこう強くしていきたいなとは思ってるんですけどね。まあこれはこれで、これはこれしか一応見てたりなってます。そう、なんかすっかりね、ライブ配信とかもしたいと思ってたんですけど、最近はなかなかちょっとできてなくて、そこら辺もまたね仕切り直ししたいなと思ってますけど、まあ、そうですよね、まあちなみになんですけど、まあそのまたこんな感じでまた電話みたいにつないで、でこっちはライブしてなんかそういうのをう、ね、いいよなみたいな感じのこと考えてる、まあコラボ、まあ 雑、はい、雑談コラボみたいな。そうですね、もう普通に、やっちゃおうかなって、はい、でまた日程、まあもし行けるときあれば言ってもらえたら。そうですね、はい、Windows でもうんざりしたなんかライブで配信、これも配信。そうですね、この時なんだっけな、
ウンドリしたら、はあ、Windows 11かなんかの時の、ああ、11? うん、リリースかなんかの時のタイミングでちょっといろいろ、うん、うん、見て、うん、話した記憶があるんですけど、うん、これはこいつ見てましたよ、あ、ありがとうございます、いや、うん、あ、そういえばクロームこれ入れましたよ、1回だけ、あ、ありがとうございます、あれ、なんで同じパソコン、パソコンなんかパソコンそっくりあなんかエラーそっくり、ね、でも多分その時使ってるやつは、うん、コア2利用にしてるやつだと思います、あ、コア2ぐらいの、うん、キーボードのっていうかそのステッカーが貼ってありますもんね、あ、なんかステッカーがあのキーボードのファームレスのところに、うん、あのこれファームレスのところ何もついてなくて、あ、じゃ あ違うやつ、そうなんですよ、違うやつなんですよ、でも 32bitPC は一緒うん、ただそっちはそのアップグレードしてるやつなんで 64bit マシンに生まれ変わったやつです、ああ、結局64、確かにこれは前いろいろ見てたなんか良かったやつうん、どれやったっけ、なんかもう入れたような気がする、確か公式リリースが出たとか、あ、これ確か こっから入れれるやつ、はい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 、Chrome OS Flex、これ案外良かった、あ、軽くて意外と良かった、これはこれで、ね、正式リリースがちょっと安心した気がする、サポート一応してくれるなら、うんうん、まあもう正論 PC に突っ込んでんかなって最終、あもう今 Windows 10結構重たいけど、まあ、重くて使ってる状況でも次11年絶対できひんなってもう思ってて、うん、SSD は済んだんですよ、その日を、うん、まあそれも富士通ですよ、マジで富士通のなんなんやの結構低グレードな最下位だったパソコン、うん、なるほど、はい、確か、あ、これだったかな、これや、一応 CPU はまああれのし替えたんですけど、メモリーとこれやですね、モデルが、モデルはこれ、はい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 、こんなモデルですかね、あー、ペンティアムプロセッサーですね、でペンティアムのこれ B970 をのし替えて、確かペンティアム2120に変えた、確か、うん、の世界でここでもあんまり性能変わらないちょっと上がったぐらい、うん、まあサンデーブリッジぐらいだと、うん、でメモリがまあ8ギガ一応、うん、でも重たいかな、うん、でまあハードディスク SSD に変えたり、うん、でこれ一応ジャンクで買ったんで、まあオフィスはなし当たり前、うん、1万円で取ったやつその買っていて、まあ新しいASUSのノート PC あるんですけどね、第4世代の Wi-Fi も遅すぎて使い物にならなすぎても、なるほど、ちょっと1万円が高いな、まあどっちも1万円なら、まあ、今のやつなら絶対いいやってなったり、確か i5 な何やったかな第4世代の メモリ 12GB、 確か 4GB もオンボついてるやつだしか、うん、であと8GB 追加して、中になるほど、うん、まあ、まあ、そこら辺の世代だと、まあ、Linux だとね全然普通に動く世代ではあるんですよね、うん、もう動きそうな感じするんですけどね、うん、ただやっぱり動画編集とかになってくると、そこら辺はやっぱりちょっと性能を求められて、重たいですよ、第4世代でも、うん、i5 はちょっとノートは停電やってたら、ちょっと、もっさりする部分もあるんですよ。一応、まあ、この今使ってる、ここの後ろにあるこのパソコンとかなんかも、G4 なんですけど、まあ、世代としてはサンデーブリッジぐらいの世代なんですよ。同じぐらいの G4 ってあれな、どっか聞いたことあるような気がする、あのサーバー向けのプロセッサーなんですね、そうそう、うん、サーバーをメイン機として使ってる感じ、うん、なんですけど、だからまあ普
通にね、こうブラウジングとかする分には全然問題ないんですよ。グラフィックボードもちょっと積んであるんで、うん、ブラウジングとかその動画視聴とかっていうところには問題ないんですけど、ただやっぱ動画編集となってくるとあちょっと厳しくなってきたり、うん、厳しくなってきますね。あんまり長尺のが作れなくて、だからちょっと最近少しできてないんですけど、あのショート、あの YouTube のショートを作って、あの1分50秒なんですけど、うん、だいたい60秒以内、まあ、50秒で作ればちょうどいいんですけど、そこら辺の動画を作るぐらいだったらば問題ないんですけど、レギュラーで出してる10分とか10分以上するような動画を作るときだと結構作業に時間がかかったりとか落ちちゃったりとかっていうことがちょっと出てくる。そこら辺はやっぱりもう少し新しい CPU だったりとか環境いい方がいいのかなっては思いますよね。一応これがまあそのノート PC のやつ、これi5 の 4200U、はいはい、パウエル世代の低電圧、うん、一応リチウムはバッテリーやがまあストレーかなみたいな、これは、うんうん、でまあうん、まあここら辺ぐらいだったらば普通に使う分には全然、まあうん、問題ないですよね。まあそうですね、まあ編集はやっぱ重たいです、これでも、うん、明らかに編集はちょっときついなっていう感じがするんですけど、うん、ただもうこんくらいだったら僕は当たり前にもうあのメインで使っててブログ書いたりとか、あとなんかサムネ作ったりとかするのも普通に、まあサムネぐらいになるんです、うん、ギンプとかインクスケープ使って全然問題なく作れるので、うんうんまあ、ここら辺なんかは当たり前にしてますね。これも一応 Windows 8か10にしたんですよ、これも。あ8、純正のやつが入ってそれをバックアップで取って、それから10にそのままアップグレードして、あだからほぼ純正ソフトは全部揃ってる状況最初から入ってたハードディスクがあったんで、それ SSD 乗せ替えてでまあ1時間2時間ぐらい1回のバッテリーで大体使える感じつけたら、うん、でまあいいかな。いや1万円で動画微妙ですけど、バッテリーが元気やったけど、まあでもこのくらいのマシンで1万円だったらば、うん、まあ高くもなく安くもなくっていうところですか、うん、まあ、それなりかな、うん、もう僕だったらもうさっさとあの Linux インストールしちゃいますけどね、うん、まあまあそうですよね。うん、まあ、最近よく使ってるのはポップ OS ですね。あ、ポップ、うん、今、うん、後ろで走ってる OS もポップ OS なんですけど、うん、これ何がいいかって、Linux って割とその NVIDIA のドライバーで不具合起きることが結構多いんですよ。あ、NVIDIA。うん。結構相性が悪いっていうか、オープンソースのその デバイスドライバー、っていうのをまあ公開されてはいるんですけど、 NVIDIA 自身が出してるわけじゃないんですよ。あ、そうですよね、うん、世界中の有志の人がこうやって作ってるやつなんで、言ってしまえばそのなんだろう、メーカーの持ってるその企業秘密の部分、ブラックボックスみたいな、まあ、プロプライエタリーソフトとか言われるんですけどね、うん、あ、そういうところの依存が強いソフトウェアドライバーなんで結構うまく動かないっていうところがあるんですが、ポップ OS の NVIDIA ドライバー入ってるやつってそこら辺もう全然大丈夫なんですよ。うん、そう、まあそうですよね。うん、っていうかまだなんか日本語抜けとるなんでこれ消しとくか、イングリッシュ、まあ、消されへんのか、うん、うん、なんやねん、うん、大丈夫ですかね。うん、まあとりあえず大丈夫ですけど、なんかまた言語は変わっててあれって。まあいや、まあそういう感じで、うん、だからまあ結構最近そのまあ僕がちょっと仲良くさせてもらってるツイッターとかそののフォロワーなんかはやっぱりポップ OS 使われてる方がだいぶ増えてきて、うん、ポップでツイッターってなんか結構凝ってるような気がする、なんだろう、ポップ OS がそのポップ OS がっていうかポップ OS をリリースしているところっていうのがシステム76っていうアメリカのパソコンメーカーなんですよね。うん、そこが無償で OS をこう公開して
使ってもらってるっていうところで、まあ、技術力もあるし、うん、なおかつ、うん、なおかつその、ね、自分たちの OS をこうみんなにフリーで使わせてるっていうね、その対抗感っていうか、オープンソースをすごい理解してるメーカーだなって思うんですよね。確かにそれはまあそうですね、うん、やっぱね、僕うん、Linux 好きになったきっかけっていうのは、確かに一番最初の入り口は無料だからっていうところだったんですけど、使っていくと、あの、何にせよ自由だなっていう、制約が少ないなっていうのがすごい思うんですよ。言ってしまえばその、ね、見た目だったりとかのデスクトップとかそういうやつのカスタマイズ当然できるし、なんだったらそのプログラム、あ、このソフト使いにくいなって自分で勝手にソフトウェアをこういじくっても問題ないし、って言ってしまえばそのいじくったやつもきちんとまあライセンスに合ってればですけど配布することもできるし、確かにそれは可能やと、うん、そういうね、なんか自由さっていうのがこうすごくいいなと思ってですね。だから BSD もその面で言ったらば結構いいんですけど、なんかね、やっぱり世の中的に BSD よりもどっちかっていうと Linux よりになっちゃってるなっていう感じがするんですな。まあそうですよね。だから、まあ、そういうところを気に入って、まあ、なんだろう、その考え方としてそのパソコンの OS っていうか、そういうプログラム、オープンソースのプログラムっていうのは人類が共有すべき知的財産じゃねえのっていうような、まあ、ざっくりとすればそういう風な意味合いでこう出来上がってるコミュニティが Linux かなと思うんで、うん、一応 Twitter の方ああ一応案外普通に使える軽い、はい、軽いか、うん、まあ Twitter とかだと多分、うん、普通に Twitter、うん、問題ないと思います。はい、まあちなみになんか1000人急に声を始めてこの前からああすげえ。僕は Twitter のフォロワーはあんまり多くないのでてかそっちの Twitter ないフォローしてたっけ、してた気がするけど、めっちゃまた来とる、また増えてるどんだけ外国人とフォローされるっていつも思うんですよね。ECF やとこどの辺になるかな、多すぎて分かんない1000人もったら、そうですね、あ、これか、あ、そうですね、あ、はい、一応フォローします、 ありがとうございますこれも、まあ、憧れてるんですよ、ECF でコラボしたのずっと待ってないですよ、こうやってチェックしながらあ、 ありがとうございます。で、最近ちょっとね、あの仕事の方がなかなか思うように忙しくて時間が取れなくなっちゃって。まあ大丈夫ですか。はい、まあ、そんな感じですね。まあこれはこれいつもツイッター見てましたよ、出したらあ。ありがとうございます。で、まあコメントするときはしたり。ありがとうございます。これはこれなんか気に入ってこれですね、これね、今ちょっとね送り返しちゃったんですけど、また帰ってきたらばちょっと続きやりたいなと思ってるんですけどね、あのラズベリーパイをこうノートパソコンにしちゃうっていうキットなんですよ。ああそんなん、あ、確かになんか、動画見たことあるような気がする。うん、でこれの他にその いろいろ電子工作のキットもあって、そいつをこうね使っていろいろやりましょうよっていうやつだったんですけど、なんかそもそものディスプレイがつかなくてこれ絶対これ、絶対これ設定の人が悪いのかなと思って何回もこう組み立てて、これ外部モニターみたいな、ラジが開かなくてこうメーカーの方に言ったらば、これやってもダメですか、あれやってもダメですかって、うん、ことごとくダメで、結局もう故障じゃねって話になってで、まああれ返品してもらったり、うん、今海を渡ってますあ、うん、めっちゃ遠いなんかで故障しちゃったのか逆に、うん、多分まあ中もう少し詳しく開ければ分かるとは思うんですけども、一応借り物だからなと思って返しました。まあ借り物か、うん、こいつはちょっと借り物だったので、もらい物とかもあるんですけどね、まあレビューしてほしいって来るんですか。そうですね、これいいですよ、これ
アルベットボックス。これはいい。これはいい。50% 割引。こいつは 30%、 この RZ ボックスは 30% 引きにしかならないんですけど、いやーこれはいい。うちにある中で一番いいスコアを出しました。まあ、小型 PC にしてはいいってことですね。うん、いいですね。いや、まあ、グラフィックボードはどうしても弱いので。まあ、でもサーバー向けなら全く何も文句ない。うん。もう何もとか、うん。ゲームでも使えないわけじゃないんですよ。画質をちょっと落としてあげれば全然サクサク動いてくれるんで。まあ、このメーカー、よく見ますよ。ちっちゃいパソコンってよくあるメーカー。うん、そう、ツーウェイと、あと、ミスフォーラムっていう。ああ、それも、マジでこれ、いいよな。8コア16スレッドは結構、うん。SSD 付きってしかも。うん。コスト良さそう。これね、これがね、30% オフだとね、そう、10万切るんですよ。10万だとちょっとあーと思ってたんですよ。7万。うん。これはいいと思う。本当に。確かに、ね、このグラフィックボードがレイディオンの、で、うん、ちょっとあのグレードが下がるやつなんですよ。だからやっぱゲームもあのがっつりなゲーミング PC ってわけじゃないんですけど、うんまあ、端子はそういうのに新しいの入っとるか、うん、あんまり不便ではなさそう。そう、Ryzen 7の 5800H ですが、なかなかいいスコア出しましたね、うん、シネベンチとかで。いつもあの動画編集に使ってる Windows マシーンが一応スペック的にはスコア一番高いんですけど、そいつのスコアを超えてきましたからシネベンチで。あーと思って、まあ普通にこの OS 悪くはない。普通に軽い。メモリーほとんど使ってない。そう MX Linux はそういうので結構やみつきになる。古い PC とかでも普通に使える。まあ全然、まあネットサーフィンとかそういうコース用途限れば全然これで、うん、もうスムーズ。しかもね、この画面のレイアウトなんかもね、もういかにもこう Linux っていう感じで、まあ、他の OS とはちょっと雰囲気が違うのが一目瞭然かなとは思うんですけど、まあそんな感じじゃん。うん、いや案外こういうのも好き。MX のいいところはこのなんだろうな、いい感じでこの Linux 臭さを残してるやぼったさっていうか。あ、そうです、ね。うん、そこがすごくよくって、とにかく軽量で機能もあるし、で安定性もすごい高いんですよね、やっぱり。あ、うん、だからこうディストロウォッチ .com っていうサイトをご覧になったことございます？ああ一応あります。、うん、あれで4年連続1位を死守してるんですよ。で今までそんな長い期間そのページヒットランキングで1位を取ってたディストリビューションってないんですよ。長くても2年とか2年ちょっとぐらいだったんですよね。あ、うん、でも4年以上ずっとこう1位に君臨してる理由っていうのが多分そこら辺なんだろうな。ちょうどこう Linux 好きのユーザーのいいところをこうついてるっていうか。あ、いいですね。うん、まあ、いつかですけど、まあ Linux のおいそう、まあ、2人開発できたらいいなとか思ってたり。もう夢が広がりますやっぱり。そうですね、うん、まあ普通に YouTube 見れそう。これはこれ、うん、多分そのくらいのスペックだと YouTube とか普通ですよ。うん、普通にあの画質、あれえらい画質落ちてる。フルハイビジョンにしては、あれおかしいですよ。うん、うん、ちょっと来る、ちょっと来る、インドですと来るってする感じ。うん、あのまあ仮想環境通してるんで多分関係もあるかなとは思うんですけど、まあ、でもまあ普通に突っ込んじゃえばもうあんまり関係ない。うん、全然多分ストレスないと思いますよ。まあ見る分には問題はなく、うん、まあ、クロニウムそういえばでこの OS に一応入れるんかどうかですかね。クロミウム一応、あ、クロームからだったら一応 OS 入れられますよ、確かに、普通にクローム、うん、普通にクロームが入るはずです。じゃあクローム確かそのパッケージインストーラーの方にもあったはずだな。あ、パッケージインストーラーはクロミウムか。じゃあこっちか。うん、それで、デブ形式のパッケージを、デブ形式な、うん、いやこれか、
これか。ダウンロードで、うん。タブ、あ、これ、あ、これ、64ビット。うん。デビアン、ウブンツのところを、一回パッケージをダウンロードして、で、そいつをインストールすると。まあ、どんだけかかるのか。なんかちょっと重たい。どこやパッケージが入ったのか。これか。はい。ああ、来ない子懐かしい。アップルクリックは無理かな。ミニクリックとかで、パッケージインストアで開く。うん、なんかくるくるしてるような気が。何か起こったかな。何かが問題が発生したかな。ピンサー起動するか、なんか、うん、何かが重くなってる、うん、一回再起動してみます。なんか間違えたな。やこっちからやろう、うん、なんか Linux がより好きになった気がする。あこれもこれでよかった。今まででこれが一番使い勝手結構良さそうな感じ。あやっぱ、うん、やっぱこれが好き。うん、ゾリーンもいいけど、こっちの方がシンプルで軽い。うん、そうですね。ゾリーン OS でベースになってるのが GNOME っていう結構高機能のデスクトップなんですよ。あ、ま、であるスペックないと、うん、まともに動かない部分が。RAM 容量が1ギガバイト以上ないとやっぱり重たいっていうので。まあ、うん、これは1ギガもいらない。ま、そうですね。うん、そこへつけ基本の OS が。うん、インストールするときにダブルクリックすると多分うまくインストールできないんですよ。うん。うん、あ、まさかクリックし、ダブルクリックしちゃった。ああ。どっちや、わからへん。え、まだ、まだしてないか。うん、起動したばかりがまだクリックしないか。うん。どうですかね。ちょっとね、こっちは30分。うん。もう一回再起動しよう。わからない。もう何が何かわからなくなってくる。まあすごいサクサク動くんで再起動しても全然問題ない。全然もう気にしない。もう30秒ぐらいで再起動ある。うん、まあこれか何回か一緒にクラブで行ったらまあよりいいかなみたいな。うん、まあインストール以外に何か、まあ次ライブかな。次やったらそうですね、次はもう雑談ライブ的な。うんうんうん、でまあ Linux について話し合おうとか。そうですね、それも面白そうですね。それがまあ一番良さそうな。でそう、まあリポジトリとかにないパッケージをインストールするときは、ミニクリック、この、MX の場合、ミニクリックで GDB パッケージインストーラーっていうのが入ってるんですけど、うん、それでしないと。それでインストールすると、いけると思います。うん、で、なんだろう、いろいろその依存情報とかを集めたりするので、ちょっと時間かかるかもしれないですけども。うん、っていうか、さっきから一応やって、なんかうまく動かない気がする。うん、何やんな、クロームがなかなか入らない。あれなんかあるんかな、これは。もう一回何かが絶対ある。インストール自体はできるはずなんですよ。もう実際に僕何台も入れてるんでそれは問題がないんですけど、タスク見ると動いてるから多分なんかしてるとは思うんですけど、入ってない。インストールはされてない。
うん、まだインストールは、あのインストーラーが起動してないので、まずそれ自体がおかしいな。何かが絶対ある。なんだろう、ちょっと謎。もしかしたら GDB パッケージインストールが壊れてる可能性もあるので、あー、MX のパッケージインストーラーで GDB をちょっと探してみて、うん、MX ツールからでしたっけ。そうですね、パッケージ MX パッケージインストーラーを、うん、パッケージインストローラー、これ、でクロミウムしかやっぱ無理かな。うん、そこにはクロミウムしかない。あ、パッケージインストローラーで GDB 出てこないかな。エッジ？エッジ入れんの？ MS エッジ。エッジが何か入れれる、なんかやって。ああ、本当だ。なんかエッジ対応してみたい。エッジも入れれば。いや、まさかあると思わなかった。MS 系のソフトがまさか。うん。とりあえずインストール。そうだった。ん？こっち32ビットだった。あ、そっか。違うソフトウェアしか出てこないなと思ったら、そうだった。あ、そこら辺で違いが、また結構、うん、まあ、そこら辺今日のこれはこれで、資格として一応、なんかなりそう。64と32で比べたら。そうですね、もうソフトウェアも64ビット対応じゃないと動かないやつとかが出てきてるんで、ああ32逆に少ない。うん、もうまともにそのブラウザとしてまともにフル機能で動作するって言ったら多分 Firefox ぐらいしかないんですよ、もう32ビットのブラウザだったら。あ、細かいこと言ったらいろいろあるんですよ、ファルコンとかなんとかっていっぱいあるんですけども、うん、あ、フル機能だとっていう感じですね。あ、エッジ、エッジがちゃんと入った。うん。パスワード？あー、キーリング、うん。また設定しんながんのか。エッジなんで設定しんがなぜか。うわぁ、本物、普通のクローム。そうそう、安定版のエッジですね。これ、まさか MS で、いや、普通に Linux と思わへん、これ。うん。やばだから正直これリリースになった時にだいぶマイクロソフトもオープンソースに、はい、優しくなったなって思ったんですけどね。でこれもちょっとあの、うん、サインインすると同期できますから、あ、まあ、全然だから使い物にはなりそうな感じ、うん、いやもう普通に使えます。案外これから期待できそう、これが動くってことは最低限のネットはエッジでも可能。うん、クロームもちゃんとインストールできるはずなんですよ。で、インストールの仕方はさっきみたいなその GDB パッケージインストーラーを使うっていうのが一般的なんですよ。で、GDB パッケージインストーラーがちょっとうまく動いてないので、やれば、あの、シナプティックパッケージインストーラーっていうのがパッケージマネージャーの中にあるんですよ。パッケージマネージャー。ですね、どこにあるかな。案外リラックス楽しい。こうやって困ることも多いけど、うん、あのメニューの検索画面のところで、あのシナプティックってアルファベットでインストールするとシナプティック パッケージマネージャーっていうのが出てくるんですけど、やっぱ、これですかね。うん、一回ちょっと起動してみてもらっていいですか。で、その GDB パッケージインストーラー一回インストールし直しましょう。
検索窓のとこで GDB ってインストールし、あの書いてもらっていいですかね。GDE で。GDA。あ、E ですね、E。あ、E。うん、あ、A までいらない。そこで検索してみると、エンターで検索してみると、あれ、うん、出ないか。あれ、あ、押しても何にも出てこない。あ、これ何でだろう。再読み込み。やっぱログが、あ、出てきた、うん、出ましたね。で、それチェックついてるのが今インストールされてるやつなんですよ。で、それを一回チェック外して、あ、再インストール設定あるな。じゃあ再インストール、うん、とりあえず再インストールしてみましょう。やっぱハードディスク重たそうな原因なんとなく分かったかも。うん、録画に同じやつ使ってた。ああ、なるほど。録画も同時には動いて。なるほど。ああ、それは可能性として高いですね。うん。動かなくなっちゃった。こんなことあるかな。ここはちょっと仮想環境の差っていうところもあるかもしれないですね。まあうん、そうです。まあ、一応、実機でインストールする場合には、あの、さっきみたいにミニクリックで GDB パッケージインストーラーでインストールするってやって、そうすると、プログラムを見て、その、うん、依存環境を確認してくれて、依存環境が全部揃っていればインストールできますってなって、ボタンをポチッとするだけでインストールはできると。うん、まあ、そうですね。うん、いう感じなので、まあ、ちょっと、うん、今回はうまくいってないですけども、あの普通に僕は何度も当たり前に入れてるのでできるはずです。まあそうですよ、多分仮想環境の原因かな。うん、ちょっとね、いろいろと、うん、まあ普通にパッケージからと入る一応、うん、そうですね。まあなので、うん、エッジが普通に動くので、うん、今日の目玉はもうエッジ、うん、目玉今日の持ってきゃエッジを言うような持ってきゃこれね。ほとんど内容的に、うん、そうですね。あのね、真っ暗。あ、多分あの設定のところで、テーマの設定がそうなってるのかな。テーマ、絶対テーマや。あれどれやろ、これか、テーマってどこで設定するんや。バーナーマークのところ、あ、うん、これか、外観か。ああ、そうですね、多分その、うん、デフォルトだとその GTK っていうのに合わさるんで。あ、 GTK ってシステムテーマなんですよ。ああ、これで一応、うん、多分、うん、大丈夫。はい、まあ、結構すごい。普通にすごい。でもそこら辺も普通にアカウントもきちんと同期できますからね、これ。まあ、まあ、でも家では普通にできそう。うん、この画面的に。一応日本語がされてる。ただ問題はなさそう。大きい問題は。多分。じゃ音も起動し、多分大丈夫。大丈夫じゃん。大丈夫し。まあ普通にいいんじゃないかって感じ、うん、そうですね。ちょっとね、Chrome がうまく入らないところがちょっとあれでしたけど、あ、まあでも、うん、Chrome 系にこれ結構似て作られてるから、うん、多分代用はできそう、これで、うん、まあ確かにこの OS 自体結構評価良さそう。うん、
外と良さそう。そうですね、この軽さと安定性の高さで人気の MX Linux でした。めっちゃ良すぎる。うん、いいですね。結構存分にこの OS が使い道がありそう。そうですね、普通に普段使いでも使えるし、そのソフトウェアなんかさっきのパッケージインストーラー使えばそのサーバーとかを立てるとかね、まあ、全然これでサーバーやってもいいかなと、うん、思いつつもあるし、はい、でもこっちの用途でもこう使える感じの OS なんで、マイクロソフトのあれ MS オフィスは多分動かねえ、多分なあ多分動かない、なんか特殊なやつ多分入れんと動かんかった気がする。そうですね、うん、それはその通りです。確か、うん、ドリーンでも確かそれ確かあったような、でも、うん、互換性があんまりないらしい、あんまりそこまで、うん、互換性低いです。それだったらばその、無理してなんだろう仮想環境で動かすとかよりはリブレオフィスだったりとかオンリーオフィスみたいなの代替品を使った方が、まあ、多分ちゃんと動いてくれるっていう。まあ、ワンドライブ使う以上はやっぱり どうかなっていう部分もあったり、うん、まあなんだろう、オフィスオンラインとかで代用するんであれば、まあ全然それなら、まあうん、それで十分でかななんても思うんですけどね、その程度の使い方であれば、まあ、まあ、そうですよね。ああすごいなっていうかな、バグトンこれどうにか修正してほしいですこのバグ。うーん、それでも実は僕も見るの初めてなんで、多分仮想環境によるものだと思います。ああ実機で見たことないんで、うん、普通はならないですね。まあ仮想環境こんなバグることあるのかどうかってなるんですか。いや普通みたいな見やすいじりやすいボタンやし見た感じ良さそう。全然見た感じは大丈夫そう。普通に文字分けるし、うん、問題なさそう。フォントなんかも実はそのインターネットとかで配布されてるフリーフォントあるじゃないですか。ああそれ言うたら使える、うん、あじゃあ案外リブレオフィスって案外は賢いその面で入れちゃえば普通に使える。うん、当たり前に書類とか作成できますからね。で、LibreOffice とかの方が PDF 化するのが楽なんですよ。ボタン1個ですぐになりますから、うん。確かに、そういう、そうかもしれない。という感じの OS ですね。まあ、実際触っていろいろよかった。なので、ただ、なんだろう、見た目とかそういうのもありますし、さっきのそのパッケージのアップデートとかの画面とかもそうなので、まるっきりの初心者に、一番最初に、Linux どれいいって言われて、これを出すと、ちょっと、ちょっと、あるかもしれない。うん、やっぱり、そういう人には、それこそゾリン OS だったりとか、簡単なやつとりあえず、ミントとか、うん、Linux ミントとかっていう方が、いいかなって、まあ、完全にこれはもう慣れてきてからの問題この、うん、ちょっとね興味ある人だったらばこういう方が喜ぶかもしれない、うん、まあ、うん、逆にあんまり喜ぶ人見たことはないですけどリラックス喜ぶ人あんまり見たことない、うん、みんな Windows ばっかり言うし、うん、軽い軽い、いや実際 Windows 重たいんやけど軽い軽いっていう人がよく聞くんですよ声で、うん、まあ、OS 自身は軽いんですよ、Windows も、うん、OS 自身は軽いんですけど、その OS で走るソフトウェアが、うん、使うときは重たいみたいな、うん、だからそれにまあなんだろう、表面には見えないバックグラウンドで動いてるサービスとかっていうのも結構たくさんあるから、それでこうなんだろうな、いろいろなソフトウェア入れていくだけでもうどんどん重たくなっちゃってるっていうのはあると思う。まあサービスがまあ、うん、いろいろあれすると重たいっていうことはある。うん、まあ逆にこれでサーバー組む全然ありやありな OS は気がする、うん、まあ普通に起動させただけでその1ギガも食わへんっていうのが逆にすごいこと、うん、逆に、うん、12ギガ積んであれば結構
パ、うん、サーバーに割り当てられる分が増える、その分。そうですね。最低限の分しかほとんどサービスはないから、このリラックスだと、うんうん、中身的にだから、あのラズベリーパイ OS とすごく似てる部分はあると思いますよ。あのベースは一緒ですし、うん、そっくりな気がするんですけど、うん、ベースも一緒ですし、うんうん、似てる部分はすごい多いと思いますね。そうですよね。まあ次もどいつの機会かも、次ライブをまあできれば、はい、いつぐらいできそうですか、逆に。どうでしょうね、もう逆にもうこの日やろうって決めてその日に合わせるしかないかもしれないですね。もう今日のうちに一応決めとる、多分もう相当日にも入れといてまあよ、ライブでも時間によるんですけど、どれぐらいライブ そのやる時間。うん、ライブだと僕いつも1時間や、あの1時間で終わらせますって言って2時間ぐらい使ってますまあ何時ぐらいからやったとか。スタートがだいたいいつもは9時か11時とか、9時か、うん、9時から11時かぐらいになるような感じかな、うん、で10時から始めるとやっぱりちょっと遅いかなって感じですかね。9時、まあ、うん、9時から、うん、まあ、短くて10時で、遅かったらちょっと11時ぐらいで、うん、多分入る人結構いそうな、うん、そんな感じで。じゃあまあその日でまあ一応問題なきゃまあそのままやれば、うん、うん、はい、その時はネタどうするかとか話す時に、ね、うん、リラックスで何をするかとか。ああ、そう、最近ちょっとね聞かれるのが、そのなんだろう、こう Linux を前提として、 Linux で何できますかっていう風な GIMP とかも多くなってきてるんで、一応使える人、うん、じゃあそういう、まあ、お答えするライブでも全然良さそう、こんなんできます、うん、でもな、それって結構難しいんですよ。何できますかって言われて、何したいですかって返しちゃうんですよ。ああ、確かに。何できますかでも何したいか分かんない。画像編集とか、そんなんしか言わんと、うん、そう、これがしたいんですけど、できますかだったら分かるんですけどね。うん。動画編集したいですとか、うん、言っちゃえばね、やろうと思えば、その、なんでもできちゃうっていう答えになっちゃうんですよ。それが、うん、楽か大変かとか、そういうのは一切度外視して、だから言ってしまえば、そのなんだろう、 Adobe のソフトウェアって Linux で使えないんですけど、例えばその Adobe のプレミアプロとかで編集したような動画を作れますかって言われて、イエスかノーかって言われるとイエスなんですよ。ただそこまで行くのにめちゃくちゃ手間がかかるんで、うん、プレミアプロとかで10分でできる作業が1時間ぐらいかかったりとか、もしかして2時間かかるかもしれないっていう話でも、できるかできないかだとできるになるじゃないですかっていうところはちょっとあるんですけどね、うん、あ、そうですね、うん、だから、うん、まあ、はい、まあそういうところでどうかなみたいな、うん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 、まあまあ、質問に答えるって言っても難しい部分、うん、どういう、うん、だらだらとこう意見をぶつけ合うというのも面白いかもしれないですね。まあこれしたいじゃあ何したいのじゃあ、うん、じゃあそれも悪くないですけどね、うん、とかっていうのいつぐらい空いてます大体。今ちょっとね、来月の予定がちょっと決めてる最中なんで、はっきりとは言えないんですけども、9月の下旬ぐらいだったらば、なんとか時間が作れるかなとは思いますので、まあ、またその時にまた、まあ、DM 系でいいので、はい、一応連絡してもらえたら、はい、一応、まあ、それなりに考えてもらえたら、まあ、9時からまあ11時ぐらい。そうですね。うん、余裕を持ってそこら辺ぐらいの時間帯でっていう感じで、まあ、はい、案外いつも編集上手で憧れてるんですよ。あら、そう言っていただけると、いや、うん、あのロゴとか動くロゴとかも実際作りたいんですけど、やり方がなんかわからんくて。あれはあのアドビのソフト使ってるんですよ。うん、あれは、うん、うん、アニメーションのやつなんですけど、ただまあなんだろう、フリーソフトでもね、すごい作るの上手な人とかいるんで、
結構あれにああいうのに憧れてる。ずっとさ動画の流れで動いてるのなんかいいなって。そうですね、なんかいつも飽きない動画になってるなみたいな感じでずっとやってるんですけど、うん、なるほどなるほど、うん、いや確かにやっぱ動きあると見ちゃいますからね。 なんかついつい、うん、動画もいいけどそっちに注目いったり、あなんかクオリティ高いなって 見えたり、あそういう部分でまあ結構いい感じかなみたいな。なるほどなるほど、うん、僕もあれなんですよ、クオリティ上げきってないところはあるんですよ、わざと。ああ、わざと。うん、あの、こだわりすぎちゃうと止まらなくなっちゃうタイプなのでね。だから、もう7割とか8割ぐらいの完成度で出しちゃおうと思って、あの、ずっとやってます、今のところは。本当に突き詰めると、あの、もっと作り込んじゃうんで、1ヶ月に1本上げられるか、それぐらいの。いや、作り込みすぎたら、ちょっと、うん、時間が。そうなんですよ。だから、うん、もうとりあえず言いたいことはこうですと、うん、ただ、うん、最近やっぱりそのなんだろう、意識してるところあんまりね、最近再生数伸びてないんですよ。でも伸びてない理由もわかるんですよ、うん、その理由っていうのはなんだろう、やっぱり演技かなと思います。はい、じゃあまあ今回はまあありがとうございました。コラボありがとうございました。まあ次はライブですかね。そうですね、やれればいいんですね。多分できました絶対。はい、まあじゃあ、あと頑張ってください。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。じゃあ失礼いたします。失礼します。